ローリングワイパー本体、伸び縮み、床拭き掃除、ドライシート3枚。こちらはですね、電気を使わないということで、節電対策にもなりそうと思い購入しました。本家のクイックルワイパーと迷ったんですが、くにゃっとたわみにくいっていうところと、頑丈であるということで、こちらを選択しました。それに劣化しにくいゴム製ヘッドであるということと、ヘッド全面で汚れをキャッチしてくれるっていう工夫がされてるっていうところもなかなかいいなと思いました。さらに良かったのは、ヘッドが360度回転するから小回りも効くし、夜遅くても掃除機の音気にならなくていいですよね。理財食品、携帯おにぎり、鮭、五目おこわ、わかめ。このおにぎりは3種類が3袋ずつ入っていて、合計9袋入っていました。お湯を注ぐだけで握らずにおにぎりができる。おにぎりは有事の時にあるとなんかホッとしそうですよね。国産米が使われていて、4、5年の長期保存が可能だそうです。実際に食べてみた動画は後半で。サバ味付き、国内水揚げ、化学調味料不使用。ちょっと見づらかったんだけど、賞味期限は25年11月14日。水揚げ減少でサバ缶の原料が不足しているらしくって、品薄になっているスーパーもあるようですね。とにかく買える時に買っておこうということで、大量っていうわけではないですが、ちょこちょこと購入していこうかなと思っています。このサバ缶は国内水揚げ、保存料、化学調味料不使用で、安心の国内製造です。高圧釜で骨まで柔らかく煮込んでるらしくって、子供からお年寄りの方まで安心して食べられますってありました。あと DHA、EPA が含まれてるっていうのもいいですね。魚は今後希少になってくるかもしれません。購入できる時にストックしておくということをおすすめします。乾燥野菜6種セット、九州産など国産野菜、根菜ミックス、人参にほうれん草、白菜、味噌汁の具、九州産レンコン、キャベツ、味噌汁の具、九州産ごぼう。乾燥野菜は常温で半年間は保存できるらしくて、水に戻すだけ、または味噌汁やラーメンなどそういったものに入れるだけで調理できます。九州野菜が中心で、化学肥料、農薬はできるだけ使わないようにしているそうです。気楽に簡単に取れる野菜として購入しました。備蓄用、保存用切り餅。この切り餅は国産の水筒もち米が使われていて、備蓄用の非常食として5年間の長期保存ができる包装餅です。使われているアルミ包装袋はバリア性が高く、酸素や水分蒸発、紫外線による劣化を防いで5年間品質を保持してくれます。簡単な基本的な調理方法記載されていますね。お餅はアレンジ次第で甘くも辛くも美味しくいただけるので、備蓄としてあると重宝しそうです。オーガニック純ココアパウダー、オランダ産。このカカオパウダーは有機ジャス認定を受けていて、砂糖やミルク、添加物などは一切使用していない純ココアのパウダーです。小さじ2杯でカカオポルフェノールが 410mg 取れます。私ね、自分でアレンジするココアが本当に大好きで、もう25年間ぐらいずっと欠かしていません。カカオポルフェノールは抗酸化作用が強く、活性酸素などの有害物質を無害な物質に変えるっていう作用があり、動脈硬化や生活習慣病の予防に役立つとされています。それ以外にもカテキンや冷えや滞りを改善してくれるテオブロミン、また女性の悩み、美容に関わってくるビタミン B6、現代人に不足しがちなミネラル成分カリウムも含まれているんです。このココアは苦味、渋み、酸味のバランスが程よいなというふうに感じました。毎朝美味しくて欠かさないココアですが、一番長く続いている健康法、美味しいだけではなくて効果効能に優れたココア、お菓子作りにもぴったりです。エプソムシーソルト、ミネラル温浴。このエプソムソルトはビタミン C が配合されていて、塩素除去効果もあるから、まろやかでお肌に優しいお風呂を楽しむことができます。それにエプソムソルトはハリウッドセレブや海外モデルが美容に取り入れてるって言われてますよね。
エピソムソルトはミネラルの一種で温浴効果が高く、血流を良くし筋肉をほぐし、肩こりや腰痛の改善効果が期待できます。むくみや便秘解消などのデトックス、さらに肝臓の働きも助けるってあるので人気なのもわかる。無色無臭で浴槽を傷めることもないのも嬉しいポイント。ビタミン C とミネラル成分が経皮吸収してくれてほんと気持ちいいです。食器用洗剤オーガニックレモンライム。このソーダさんというメーカーの洗剤はドイツ国内のオーガニック洗剤シェアナンバーワンを取っている人気の洗剤です。環境を汚染しないように配慮されているのはもちろん、再生可能な原料を使用し成分改性を追求しています。手肌に優しい上に石油由来の洗剤に負けないほどの洗浄力があるっていうのも人気であり続けているわけだと思いました。これね、天然素材って思えないほど泡立ちがよく、油汚れもしっかりと落としてくれます。なのでお気に入り。 3M ドライシートフローリング床無添加。こちらは先ほどのフローリングワイパー用のドライシート。ゴミを吸着するためのパラベンやアルコールなどの薬剤が無添加。なので小さな赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心して使えそうです。それにこのドライシートは厚手のふわふわタイプで、粒ゴミ、髪の毛、ほこり、砂ぼこり、手垢、チリまでしっかり取り込んで離しませんとありました。見た感じも結構しっかりした厚手タイプのドライシートになっていました。電気を使わないので節電になるっていうのと、ドライシートがなくなったとしても家の古着とか切って使っていけそうですよね。ご飯中の方はごめんなさい、ゴミもしっかりと取ることができました。ほうきとこちらがあればある程度きれいになるんじゃないかなと思います。ウェットシートフローリング床水拭き無添加。こちらも先ほどのフローリングワイパー用のウェットシート 29.9% 除菌プラス消臭っていうので、しかも無添加っていうのがさらにいいなと思って購入しました。床密着型シートでこびりつきや皮脂の汚れ、床のくすみ、髪の毛ほこり、砂ぼこりなどをしっかりとかき取ってくれます。超極細繊維で優しさと汚れ落ちを兼ね備えたシートということで安心しきっていて成分とか見ていなかったんです。すると購入してこのカメラ撮影をしている時に初めて界面活性剤と香料が入っているということに気づきました。両方とも天然の香料、天然の界面活性剤だったらよかったんだけど、界面活性剤が何由来かっていうのがわからないっていうのと、開封して開いてみたらしっかり匂うんですよ。香りがもうごめんなさいって感じで閉じちゃいましたね。と思ってもう一度確認してます。天然アロマの香りとか植物由来の香料とかだったらまだ良かったんだけど、なんかそういった感じがしなくて、正直なところ個人的な感想ですが無添加って書いてほしくなかったなと思いました。残念ですが小さな赤ちゃんのいるご家庭にはおすすめしません。このドライタイプはもう一度確認しましたが大丈夫でした。ちゃんと成分表は確認しなきゃダメですね。そういえばお見せしなかったんですが、このフローリングワイパーのヘッドの部分は四つ葉のクローバーみたいな形でポコポコっとしています。一番初めだけは2本に分かれている部分を組み立てて使う感じです。私が今使っているのは伸び縮みできるタイプですが、一本棒タイプもありました。セットは本当に簡単で、シートを合わせて4つの切り目にポンポンポンとはめ込むだけ。この持ち手のハンドル部分が丈夫なのでしっかりと拭き取ることができます。ちょっと節約考えてみました。じゃじゃーん、覚えてますか？ちょっと前の動画で紹介した洗って使える破れないペーパー、本家には劣りますがこれでも汚れをちゃんと絡め取ってくれました。濡らしてウェットシートのように使用することができるので、しかもね、節約にもなるしおすすめです。握らずにできる携帯おにぎり試食していきたいと思います。まずはじめにこのバーコードのあるシールを剥がす。するとこのように赤い線が出てきますから、ここまでがお湯または水を注ぐ位置になります。続いて開封した後に
脱酸素剤を取り出し、3つ全部同じ工程をしています。終わったら袋の底が立ちやすいようにしっかりと広げて、お湯または水を栓の部分まで入れてしっかりとチャックを止めます。実はこの工程ですね、子供にやらすのちょっと危険だなと思ったのは、結構ね熱いんですよ、湯気とかで火傷してしまいそうなので、大人が気をつけて行っていきましょう。最後に端と端を持って振ってくださいってあるんですよね。これがまた結構ね気をつけないと熱いです。ただ水の場合は小さな子供でもできるのかなと思いました。シャカシャカと20回ぐらい振り終わったら、お湯なら15分、水の場合は1時間ほど待ちます。15分経ったのでお湯の方食べていきたいと思います。本当におにぎりっていうところも気になるところ。開けてみるとこんな風になんかちゃんと固まっているっていう感じはありますね。でね、こちらちゃんと開き方があるようで、説明書を見るんだけどよく理解できなくて、切り口2とか4とかあるんですよね。この時はまだ理解できていなかったので、開封がねど下手になってしまいました。一応言われた通りの部分に切り口を入れて、なんだこれ出てこないぞ、なんか模索して上から無理やりっていう形になってしまいましたね、この時は。本当大失敗。でも2回目はなんとなくいい感じに開封することができました。このように切り口から三角に切った後に開いて食べるっていう感じだそうです。本当はさらに出さなくてもこの半分だけ開いて食べることできるよっていうことらしいんですよね。ちょっと崩れちゃったんだけど、今回は分かりやすいように出しています。あ、ゴミが。ではいただきます。見た目はご飯の一粒一粒がツヤツヤってまではいかないですが、しっとりとした感じはありますよね。あ、なるほど、こんな感じなんですね。ちゃんとわかめの風味もあって濃すぎずいいんじゃないかなと思いました。塩味も感じます。お腹空いてる時には美味しくいただけるなっていう感じです。部分的に硬いところがあったので、もうちょっと時間伸ばすといいのかな。続いてはごまおこわ。さっき私ちょっとお湯入れすぎたのでベチャッと感が否めませんね。やっぱりね柔らかめになっていました。味は意外にしっかりとついてるっていう感じです。人によっては薄いって言われてる方もいましたが、私はねこれぐらいの味がついてればいいんじゃないかなと思います。少し塩分が多く感じたって思われる方もいるようです。わかめもそうだったんだけど、わずかにパサッとした部分があるんですよね。あー、でもお湯で15分でこれだけの米化をすることができるのであれば十分なのではないかなと思いますね。何が素晴らしいかっていうと、防災リュックの重さの負担が減るっていうところです。重すぎると女性はかなり負担になってしまいますので、フリーズドライは防災用としては最高のご飯だと思います。続いては水で1時間漬けたおにぎり。出してみるとわかるんですが、綺麗な握られたおにぎりっていう感じではないけど、形を整えたい場合はラップでギュッと握るといいのかなと思います。あのカチカチだったお米が水で1時間こんなに柔らかくなるのは素晴らしいですね。お湯の時とあまり変わらないように見えます。食べてみると鮭の風味と味わいはちゃんとありました。鮭おにぎりが好きな方は好きなんじゃないかな。物足りなかったら味付け海苔でまたギュッとラップで握っておにぎりにするのもいいのかなと思いました。いやー、でもフリーズドライありがたいですね。ただやはり添加物は少し入っているっていう感じです。5年間長期保存ができる上にものすごく軽く持ち運びができるから、防災ご飯として備蓄していきたいと思いました。